あ、無視されてるからどうだったな、勢い的になあ。おはようございます。おはよう。キャンプ初日、初日ですよ、ね、テンション上げていかないと。上がってますか？ちょっと早いな朝今何時でしょうか？今8時半でしょ。そうです、8時半にちゃんと来た。来ましたね。来た。あ、1分前ですよ。1分前ね。今豊さんの前を素通りしていこうとしましたからね。置いてかれると思ったよお前慌ててましたね。どうしようかな。でも臨時便が出てんだな、バスで。あ、やっぱりそうなんですね。各ポジションに。あ、ファンの方とか来てたりするから。分かりました。来てるんだ。今日は初日はまず、まず西武、西武なんかね、あの、はい、オフお世話になったし、はいね、ちょっと行ってくるけど、はい、さっき LINE 送ったんだよ。誰にですか？監督に。あ、辻監督に、うん、返事は来ました？来てないわそれはそうでしょうね。違ってたまだ既読にもなってないでしょうね。既読になって、まあ忙しいからな。初日ですもんね。そうですよね、うん、ここからじゃあ南郷まで時間ちょっとね、そうだ ありますけれども、ちょっと腹減ったなお腹朝食べた？みんな、はい、みんな食べたの？私食べました。まさかの、はい、俺ついてないんだけど。あ、私もついてなくて、あの前の日にコンビニで朝食を買いました。え、何？みんなでお前言わなかったっけ？食べました森内お前途中でうまい定食屋があるとか言わなかったっけ？あ、言ってました。あ、じゃあ食べましょう。そこで。そうでしょう。はい、私いそのために8時半にしたんだからあ、そうだよ。そうなんですね。そう、場所わかんのんで、走ってれば出てくると思います。なんかあるな。そうですよね。じゃあいざ出発。はい、はい、行ってきまーす。さあ宮崎市中心部から車で走ること1時間ちょっと。豊さん、南郷、ここは港の駅メイツ。やっぱあったかいね。あったかいですね。日差しが結構強い、うん、風は冷たいんですけどね。風は冷たいけどね。見てくださいよ豊さん、この漁師町だ、うん、カツオが有名なんですよ。ちょっと腹ごしはしてからな、ちょっと行かないと、ね、はい、な、何食べましょうか？それカツオでしょカツオ、いや、カツオ食べたいでしょ。カツオ食べたいですよね。時期だしな。いいですよね。でももうあれですよ、あの西武ライオンズのキャンプを見に来るファンの人たちで車満車って書いてありました。満車って、もうだってまだ9時台ですよ今。関係者で止めてもらうから。あ、私たちもそうですね。辻監督と友達ですね言って警備員の人に同級生です、ね、止められますよそんな。オレオレオレって。パスが、顔パス、いやいや、パス。あ、パスね。何が食べられるのか。海鮮丼。ここですか？何？いや、まさか。いや、言ってたよね。申し訳ない。本日完売いたしましたって。嘘だろ。こっちじゃないんだろ、入るところ。お前、俺、腹立つ。腹減るってリアルがするんだよ。唯一、豊さんだけ朝ごはん食べてないんですもんね。そうだよ。さすがにまだこの時間だとやってないのかな。あ、いるいる人は。あ、やってますか？多分やってると思う。あ、よかった。これまだお店やってないんですか？10時半なんか食べれないですか？ですね、物産館カツオかじるかいや、あそこだよ。だからもうこうなったら今海飛び込んでカツオ釣ってきますよ豊さん。本当だよ、飛び込んだら釣れないから。あ、そっか、そうだ、飛び込んで加えてきましょう。もうここ入ったって物産店入ったってしょうがないいや、なんかつまめるもの若干。ないよお前スルメでもしゃぶってましょうよ。だんだん豊さんがイライラしてきた。いや、確かにそうですよ。やっぱ
お腹空いちゃうと人間ってイライラしてくるじゃないですか。いやもう車乗った瞬間からご飯だから俺は今日。そうですよね、朝食ってないし。そうですよね、まあ、そうなってくるとさ、はい、やっぱ人間ってイライラしてくるんじゃない。しますします。だからそこなんとかしてくれって。普通8時とかさ漁師マッチでしょ。やってますよね。やってないんだよね。普通はなんかやってそうですよね、漁師さんとか朝上げてきた。あ、土曜日だから。だってさっきさバイクに乗ってきててさ、どこ行かれるんですかとか言って、はい、ご飯屋さん聞いたじゃない。はい。そしたら駅だったらやってるって。ここ駅なんだよね。そうなんです、港の駅。全然やってないし、まあ、いやそうなんですよ。じゃあちょっと後にしますか。あとで、あとで。ということで、ね、はい、カツオ飯。カツオ飯です。1日限定5食。5食ですよ。そのうちの4食食べてる、ね、すいません1食しか残ってない。そうです。いやここ有名なお店で。なんていうお店だっけ。お母さん、お店の名前。お母さんこれなんていうお店だっけ。ゴングリテ。ゴングリテ。ゴングリテ。どういう意味があるのか分かんないけど、マグロの胃袋なんですよ。ゴングリ、はい、あ、そういう意味なんですね。すごいすごい。これは中にカツオが入っていて。当たり前だろ。で入ってなかったらびっくりするわ。真ん中にわさびでお茶漬けのようにして食べるんですよね。じゃあいただきましょうか。ちょっと食べてみよう。またいい匂いがするんですよね。めっちゃうまい。美味しいですか。すごいコクがある。濃い味。濃い味。私もいただきます。これ崩していい。あのごまも効いててさ、すごい香ばしくて美味しい。うん、本当だ。濃い系です。濃い系が。うん。カツオに漬けのあのいいタレというかいい味が染みてますね。そうするわね。意外にしない。あ、こっちも濃いからちょうどいいのかもしれない。でも次はキャンプ行きます。でもそうですね、はい、もう次はキャンプねえですよ。早くってはいいよ。わかりました。ブルペンに来ました。来ましたね。ね、最初にブルペン入るね、やっぱりね。そうですね、主力。キャンプ初日のこのブルペン、最初のブルペン、じゃあ私はどういうことで仕込みながらやってるんですかね。まあ、いろんな体の動きとか指先の感覚だとか、まあ、肩の具合、まあ、そういうのも見ながら、まあ、やっぱり今日が初めてユニフォーム着るから新鮮な気持ちでは投げてると思うけど、まあ、今年の指導がどういうふうな感じなのかという、まあ、手探り状態だよね、まだね。まあ、昔はこんなに最初から座ってるけどさ、キャッチャーが、うん、そんなことはなかったけどね。最初は立ち投げとかさ、ブルペンに入って、うん、まあ、そういう形で投げてたけど、いきなり座らせてるってこと。まあ、そうです。辻監督があそこ立ってみて、うんうん、ここに行って大人気でみんなから声かけられてます。渡辺ジェイもやっぱ見てますね。ああ、さっき握手した。あ、しました。松坂とももう話をした。え、あったんですか。え、あった。いや、ユニフォーム似合うね。お、そう、違和感ないな、やっぱりな。そうですよね。初日は松坂が入らないですもんね。入らない、うん、まだ早すぎる。松坂としては遠投とかウォーミングアップとか、うん、そんな感じですか。ウォーミング中心なんですよ。それかゴロ取って体をほぐす、うん、いいですね。なんか投げても30球だったね。そこから徐々に浜風増やしてる。キャン
ットの趣味って結構いいですね。ブルペンを使って取材人、報道陣のあと周り取り囲む。それはやっぱり松が来たっていうのが大きい。あ、それなんですかね。ブルペンがやっぱりやっぱ投げない人も人を集まるですよね。うん、じゃブルペンはブルペンには姿を表さないってことですか。松多分表さないと思う。じゃあグラウンド行った方が、まあまあそれもそうです。まあやっぱブルペン見るんだったら、うん、1週間後ぐらいかな。1週間後ぐらい、あ1週間10日後ぐらい、第3クールぐらいかな。松坂探しに行った。行きますか。多分走ったりとかすると思う。行きましょう行きましょう。松坂投手を探しに行きましょう。ありがとうございます。お願いします。YouTube 登録してます。ありがとう。みんな日本語うまいね。自分たち日本人。あ、違う。ありがとうございました。座右の銘を書いてます。え？座右の銘。座右の銘。はい。これ最終日とかだったらするけどさ、まず。まだプロ野球選手もさ、まだちょっと徐々に試運転だからね、競争なんかしたらやばいからやめなさい、そういうこと言う。